はい、どうも皆さん、はじめまして。また、こんにちは、おはようございます。カナナゴです。さて、今回は、ラスティーレイクのルーツという、なんだろうな、ストーリーごとに、なんか脱出ゲームみたいに、こうクリックゲーム、クリックしていって、どんどんこう、ストーリーを進めていく、そういうゲームをやっていきたいと思います。Steam のゲームですね。スマホでもできるかと思います。はい、さあではやっていきたいわけなんですけど、実はちょっと姉が、この辺かな、この、これが多分次のエリアやと思うんですけど、姉がここまでやっててですね、で姉スチーム持ってないんで、なんで私のこのパソコンでちょっと今やりに来てて、ここまでやったんですけど、ここまでやってせやちょっと実況しようやみたいな感じになりましてですね、ああじゃあ一緒に実況しようかっていうことになったので、とりあえず私話を追うためにと、あと姉と次はこの、このステージ、新ステージをやるために、ここまで私ちょっと一人でやっていきたいと思います。はい、ただなんか時系列がややこしいゲームやっていう風に聞いたんで、ちょっと時系列も書き留めながらやっていきたいなというふうに思います。それでやっていこう。 Rusty Lake, Spring, 1860. James Vanderboom arrived at Rusty Lake.His uncle had just passed away under mysterious circumstances. James was his uncle's only heir. He had no idea of the events that would change his life. おじが亡くなって後取りとしてこのところ人が、来たんですね、ここに。で、1860年のことと。ちょっと時系列ややこしいらしいんで、一応メモっていきますね。そうやっていきましょう。クリックですね。小さい矢印をクリックして戻る。これか。これ下も？ここら辺はなんか画面も脱出ゲームとあまり変わりませんね。ドラッグして、ああ、なるほど。普通やったらね、ここ取って押してやるんですけど、こういう風に小刻みに行くんですね。大体の脱出ゲームやと、私脱出ゲーム好きでよくするんですけど、もう一回押したらここまでピュンって変わるんですけど、そんなことないんですね。犬こっち見んな。フレンチブルーかなんかかな。かわいいね。このお尻が何とも言えないね。多分この人がジェームズさんかな。メール。ああ、これ？ん？なんでそんな無言な？封書をクリックして読む。親愛なるジェームズ。やっぱジェームズさんやね。あなたのおじは残念ながら亡くなりました。そんな。そんな急に言う、それ。彼は屋敷と特別な谷をあなたに残しました。弁護士さんか、なんかかな。この谷を植え、自分の家庭を育ててください。へぇー。あ、ここならにって書いてあるね。覚えとこう。ああ、で、その種でなんか育てるところかな、あれは。あ、ジョーロ。調べ、アイテムを調べるっていうのはないみたいですね。これはアイテム欄のアイテムを使用する。あ、なるほど、こういうことか。絶対バチャンってね、水面に当たった時に持ち上がって、こっからポロンって取れるタイプですよ。まだ、あ、水が入ったジョーラーザース。
そんな物事うまくこといかんで。水と、あ、これなんや。あ、さっきのドラッグ、マジか。ここはクリックでよかったんじゃないの。572、どうだ、開いたね、いいね。骨こうか。あ、え、なんか気持ち悪かったな今。なんか吐いてましたね。これがおじさんからもらったやつやね。いやね。あ、で、骨多分この子やわ。ん？なんもなし。あ。そんな愛想のない掘り方ある？多分ここに、じゃあ、この気持ち悪い種入れて、ジョウロでやるんですね。お？めっちゃ早いな。あ、おじさん。あ、クリアかな。ん？あ、ジェームズね。さっきのやつと一緒ですね。あ、こんな風になるんですね。じゃあ最初にジェームズが来たのは1860年でしたっけね。じゃあそこから次行きましょう。屋敷1860年、同じですね。屋敷、あ、登場人物がジェームズってことかな。これはドラッグできるものがある。ドラッグできるものがある。あ、枝取れたで。枝取れたでいいの。で、おっちゃんは何してんの。これが取りたいの。どこ向いてんのこれ。こう向いてますよね。これならまだ全然届かへんな。あ、これのことドラッグできるものって。これやったら乗れるんちゃうの。あれ？違う？あ、乗った乗った乗った。なんで同じそんな無表情に乗るんや。来た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 。落ちたよ。え、虫？マジ？あ、かわいい、生まれた。カラス？ほう、カラスか。カラスって、あれらしいですね。あ、ミミザル。これ多分あげるんやね。あ、なんかダイヤモンドできた、すげえ。え、この、ん？ん？わかりないか。ダイヤモンド。どっかで聞いた話ですけど、なんかヒナを見つけてかわいそうだから家に帰って育ててあげるとか、そういったことしちゃうと、よそのカラスが何敵対して家にボーンってなんか来たりするらしいですね。うん、なんかの本で読んだと思うんですけど、だからカラスは本当、てか野鳥全般そうだと思うんですけど、もう落ちてるからといってむやみに触らない方がいいのかもしれませんね。よし、じゃあミミズあげよう。あ、なんか朝なんか早っ。ミミズ一つ加えて飛び立っていったり。あの子今さっき生まれたばっかりねんけどな。ダイヤモンド、光も好きや言うしね。さあ、ん？あ、これもダイヤモンドじゃない？え、カラス？
何？これそういうあのホラー的要素もあるんかな？ごめんなさい、私あんま見てっていうか、姉にちょっとやっといてって言われたんで、あんま知らないんですよ、このゲーム。あ、開いた。あ、OK らしいですね、これで。あ、これでいけたと。よし、いけた。次は、これか。1860年。同じ時間で来てますね。ここまでが春だったんだ、今までが。次が夏になったんだ。兄弟ってことかな。これはおめくれた。ナイス鍵。ん？何やこれ。心臓、足。これは左足やね。これクセっけ？目玉、歯。涙、目玉、涙、脳、ベロかな、これ。何これ、なんか気持ち悪い。もうなんか似たような瓶がここにあるね。なんか入れなあかんのかな。な、ちょっと気持ち悪いっすね。これは、ああ、ドラッグで動かせるんやな。こういうのって大体もうこうしていけばね、当たるんですけどね。今回ちょっとやめておきましょう。お？なんか揺れるやつですね。なんか入ってるんですかね。あ、これいけるんじゃない？あ、違う。あれ？あ、ジェームズさん。押す。あ、火が欲しい。あ、寒いんや。なるほど。相変わらず、何も自分ではせんで、こっち頼んでくるって感じですね。あ、さっきの鍵使いましたね。ここのやったみたいですね。あー、なるほど。この木をこれで切るんや。これで巻き栗の完成で、巻きここ入れてマッチで燃やしたら、あ、なるほどね。あ、安らかな眠りになってる。口がちょっと腹立つ。私の彼女かな。もし、それとも何、彼女が欲しいって。それは自分で探しなさい、あなた。そこまでは面倒見れない。ほんなら何、あ、今度こそこれか。ほう、あー、なるほど。これでね、ここ、OK、覚えた。こうか。はい、来た。単純でしたね。ん？ああ、なるほど。8時25分。でやれってことやな。ごめんなさいね。ちょっと待ってくださいね。
か今キャプチャーがちょっとずれた気がする。ずれてるよね、なんかちょっとごめんね。あんまり触るとまた抜けちゃうから。ああいけてね。キャプチャーがずれるとね、もう取り直すしかなくなるんでちょっと困るんですよね。失礼しました。じゃあ8時25分ですね。そういうとこはちょっと困りますよね、このデスクトップというかパソコンゲームは。さてじゃあこれは25分なんで5のとこで、これは8時だからこれか。いけた、あれ？ふっ！What？ これ、え？何？あ、取れた。あ、四国硬直？これ。これって確かここにあった、ない、ブラザーの一人ですよね、兄弟の。ん、なんか住所ある。え、まさか乳首、乳首きたね、乳首見せんじゃねえよ何、びっくりした。何が楽しいと、私おっさんの乳首ツンツンせなあかんねん。びっくりした、おおいた、何、これは、毛細血管かなんか、なんで乳首私覗かなあかんの、な、何これ、何これ、あ、お、心臓、なんでまた開く、あ、もう開かへん、ツンツンするだけなんやこれ、マジか。あーで、こういうことやな、さっきの絵の通りにするってことやななんやねんこれ。あー、なるほどなるほど衝撃的すぎるな、おっさんの地球。さあ、お、枝が振った、分かれましたね、枝分かれしましたね乳首絶妙に気持ちよかったですね、あの動いたのが。ああちょっと待ってください、シャーペンの芯がなくなった、じゃあ枝の短いこっちから行きましょうか。あ、1865年になりましたね。5年夏、マリーさんかな、マリーさん、あ、さっきの愛する人や、愛する人との出会い、マリーと出会ったんやな、ま、マリーさん、なるほどなるほど、なんかちょっと2人ともちょっと意識した、この距離ね、ちょっと意識しちゃってんじゃないの、あ、チラチラ見てる、なんか出てる、ハンカチ、あ、紳士のたしなみやね、あとこれは何、あー、なんかここに書くってことかな、このこの手、なんか書きたいんやけど、どう書くもんがないと。なるほど、あ、バラね、
バラと一緒に添えて渡すんかな、これを。なるほど。そのプロポーズの手伝いかなんかしろと。プロポーズ、告白かな、どっちか言うたら。出会いって書いてあったから告白か。そうかもしれませんね。で、ああ、カラスか。あ、これいいやん。あれ、あ、嫌って、絶対嫌。なんか、ああ、なるほど。これ多分、こうですね。あ、インクがないから書けないと。なるほどな。じゃあ、インク、多分この中にあるんやろうな。ハンカチ、ダメ。バラ、ダメ。じゃあどうすればいいんやろ。バラ、どうぞ。あ、受け取った。で、ハンカチもいります？あれ、あー、匂ってんねんな。食べて分けちゃうな。うん、ハンカチはいらんのかな。あ、ちょ、あー、ハンカチあるわ。どうぞ。血がついたハンカチいらねえ。てか、どんだけ押し付けてたよな、鼻に。そんな鼻血出るまで押し付けちゃいけませんよ。ほんなら、血がついたハンカチ。もしかして。なんかそんな気がしてきた。やっぱり。Will you marry me? あ、結婚してくれませんか？おー、プロポーズか。やっぱプロポーズか。にしても、そんな自分の血で綴られた、そんな、ねえ、プロポーズ文、嫌ですわ。で、渡さへんの？なるほど。私が渡せってことやな。なるほど、なるほど。わかりました。お、近づいた。ね、どうなの？ OK なの？どうなのさ。指輪？なるほど。指輪はないんかって。なんか耳障ったね。確かにな、せやな。ほな、このミミズ渡して、飛んでったね。来た。で、鍵。どなたの手これ？落ちた。指輪。N?ごめんなさい。ちょっと、私今、乳首とか、いろいろなことがちょっと、どういうこと？あのおじさん、死んでたおじさんのこともわからなければ、乳首もわからねえし、そしてなぜ、ここに手があるのか。そしてその指輪をもしかしてあげるつもりなのか。マジか。いいのかこれ。いいんだ。あ、そう。ほう。あ、ツンクね。もうあなたにメロメロよと。いいのか？お前それ、ちょっと曰く好きやぞ。で、どうすればいいんやろ？男の人か？うん、射止められた。
もう田舎ゆえ男。あ、できたみたいですね。いやー、まさかプロポーズまで、いや、まあね、やらされるとは、手伝わされるとはね。さて、まだ生えてきましたね。これは位置的にこっち。はい、すいません、ちょっと LINE が来ておりました。申し訳ないです。じゃあ、そうだね、1865年これが終わって、でこう出てきたわけなんですけれども、枝がこっちの方が、枝が、いや違う、この子、この子の方が多分写真的に、高さ的にこっちの方が低いので、多分この子の方が時系列的に先だろうということで、この子を選んでいきます。お、ちょっと待って、なんだ、なんか今表示されたね、ごめんなさいね。この度は最後までご視聴くださり本当にありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はぜひチャンネル登録お願いいたします。